どうですか。舐めただけ、あの舐めただけ、うん、蜂蜜を舐めただけ、なんか触ってるの蜂蜜いいです、でも蜂蜜この気持ち最後まで
確かに別に。あれ、お尻のさ、あれは何だろうね。挨拶なのかね、お尻つけて。選んでるのか。じゃあ選んでるの。選んでるの。ちゃんと選んでる。何食ってる。あ、さつまいもじゃない。かぼちゃ食ってる。うん、あ、でもこれ、キス作ってる。あ、でも、おいしい、おいしい。なんだっけ、おいしい。あ、ほんとだ。サンチつけてた。あ、ほんとだ。おかしみつまみたいな。あ、でも、おいしいさ。なんだっけ、わからん。見つけた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 。うんうん。どうだ。甘いの甘いですよね。テレビとか見ないね。うん、そうね。激しいね。食系野菜が存在に扱われて。すごいですね。
あの白いのが食べ物だと思った。頭がいいね。頭いいね。服脱げてる。ね、筋肉すごい。ちょっと開けちゃうといい。え、本数。なかなか。なかなか出てこないよ。あ、聞いてるの？ちょっと貸すな、出してあげる。あ、出た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 よ。
リーダーが変わったとしてもね、将来的にやっぱりこう挨拶しますという感じなんですけどね、次回朝の番組に来られた時に顔と名前が一致すると大変こう見てて面白いと思うんですね。今日は出ているキャロ君16歳はね、力が強いんですが、弟たちもね、このガッツ君とハルキ君は元気かなと、やっぱりエレちゃんの存在ですね。エレちゃんがやっぱりこう成長していく段階によって今、メスたちがですね、全部で6頭になりますけど、関係性を築いていただいてね、将来的にやっぱりエレちゃんが非常に成長していくところを見守ってほしいなと思っていますが、浅間動物園のチンパンジー11頭いてもね、現在こう冬の間は3つのグループ、実はエレちゃんはまだ赤ちゃんですので、寝室の方では、実は分けておりまして、まあ、夜の間は分かれて生活しています。